ファンディング希望額は1000万円。若き男が提案するのはフルコミッション営業最適化サービス。今宵志願者はさらに驚くべき事実を虎たちに告げる。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の虎ファンクラブ、 YouTube では流せないあんな話やこんな企画も、オフ会も定期開催。もっと深く交流しましょう。詳しくは概要欄から。2つ質問があって、タイガーファンディングの顧問先生、ファインファーストフーズ CEO 渡辺雅人44歳、論理とセンスを併せ持った独自の飲食店経営で、六本木ガストン&ギャスパーなど都内に6店舗を展開。柔らかな語り口から繰り出されるロジックの刃に志願者たちは打ち勝てるのか。まあ、せっかくなんかこれまでいろいろ取り組まれてると思うので、なんかその辺で、まあ、これくらい儲かったとか、なんか実績を教えていただきたいなと思うんですが、なんか言えるものってありますか？まあ一応今合同会社ドルマネーっていう会社を経営している中で、まだ始めたばかりで安定しないんですけど、一応まあ悪い時月30万くらい、まあいい時で100万くらいの利益、自分の手元に残るお金を一応上げられる。売上じゃなくて利益。利益ですね。怪物16歳。今日はあの座っていらっしゃる社長の中で遠藤社長や、まあ、鈴沢社長若いですけども、実際どうですかこの16歳。いや自分の16考えたら恐れいるわ。うん、私はマックでバイトしてて月5万ですげえ喜んでたんで。ここまであのずっと沈黙を続けていらっしゃる岡本社長、はい、いかがですか？いや、フリーランスの王が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける、ストックさん株式会社代表株本勇樹年商5億、弱冠28歳、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいはどう猛に喉元をかっ切るのか。実は面識はちょろっとだけ。そうですね、はい、サロンでちょっとと1回、はい、なんか僕のサロンにも入ってくれてる感じなんで。あ、そうなんですか、はい、はい、それはまあ今回ちょっと置いといて、だからといってどうだろうってないんですけど、はいはい、まあこういうビジネスモデルはまあ本音で言うとなんかぶっちゃけ誰でも考えつくんですよ。要は商材をここに登録して売ってきてみたいな、広告にしてはいくらでも集まるんですけど、実際営業マンがどういうモチベーションでこれを売るのかっていうところの設計が甘いなと思ってます。なるほど。で、まあ多分理想論で理屈だけ言うと、世の中にいるフリーランスがこの商材を担いでいろんなところ売ってきてくれるよねっていう考えだと思うんですけど、実際そんな甘くなくて、そういうところに売ってもらおうとする広告主っていうのが、提供する商材っていうのは大体例えばうさんくさいサプリだったりとか、なんかこうなんだろうな、脱毛クリームみたいな、なんかこう本当に効くかどうか分かんない詐欺系の商材だったりとかっていうのが多分乱立してこういうサイトに載るんですよ。でそれを営業マンが売るわけがないんですよ。営業マンも売るんだったらいい商材を売りたいんで。でもっと言うと、営業力がある営業マンっていうのはこういうサイトで要は自分の商材すら探せない営業マンなわけがなくて、いい営業マンほど自分で案件ごと直で持ってきて自分で売るんですよ。だからここに案件とか商材を探しに来る営業マンっていうのはそもそも営業力がない営業マンで、で営業力がない営業マンがあの商品力の悪い商材を担いで、で結果売り上げあんま立たないっていう、そのなんか負のなんかスパイラルがこのサイトで起きるっていうのが、まあ結構要因想像できるなって僕は思ってるんですね。なるほど、ありがとうございます。まず一つちょっとあるんですけれども、先ほどあのフリーランスとかに営業してもらいたいみたいなのあって、もちろんそれも考えているんですけど、僕が一番これであの収益を上げられるなと思っているのは違くて、あのどちらかというと、もともと法人営業とかあの何度もしている人がついでにあのそれをここに掲載している商品をあの売るっていうことの方が多分メインになってくるんじゃないかなと思ってます。でもその副業って本業と利益相反発生してるじゃないですか。要はクライアントに、例えばホームページ制作会社が 別ドメインのサーバーを売るみたいな感じになった時に、自社で受けたらそのまま会社の利益として営業利益で計上されるものが、その副業でこっちの ASP の商材から売って自分に入れたら、それは会社からすると利益相反になるので、基本的にそういう副業っていうのは会社認めないはずなんですよ。だから全く自社の商材と関係ない商品を売って、それが自分のポッケに入るんだったら、まあ会社はギリ許すかもしれないですけど、でも基本的にそういう商材ってその
担当者が違うわけなんでなかなか売りづらいっていう、だから同じなんか似たような商材を一緒に売るんだったら基本的に会社に計上しようっていうのが会社のまあ考えであり、正社員と営業マンの関係者だと思うんで、正社員にこれをどんどん売ってきてくれっていうのは、まあ例外の会社もちろんあると思うんですけども、基本的なこう会社のなんだろう利益相反が発生しない仕組みとしては成り立たないかなと思ってるって感じです。なるほど。一応そこも少しだけ考えていて、副業禁止の会社でこういう利益相反ちょっとしたりとかするのをまあ許せないっていう会社だとしたら、企業との直接提携っていうのも一応できるようにしていて、売った営業マンがその報酬の率、まあ、10% だとしたら、その 10% の中をさらに売った営業マンに 50%、 それで企業側に 50%、 まあ歩合を全く取り入れない会社だったら、そのまあ営業マンのモチベーションが下がるかもしれないんですけど、その報酬の率を全て企業側へっていうこともできるようにして、まあそれを売ることによって企業が儲かるっていう仕組みも作れると思ってるんですね。理屈上は OK なんですけど、でもだったらもう法人が ASP を通す必要がなくなるんで、だったら直接調剤担いでやって ASP なんか通す必要ないよねって多分なるはずなんですよ。で ASP っていうのは要は営業ができない会社とか個人が営業をアウトソースするためのシステムなんで、法人同士の取引で ASP を返すっていうのは絶対起こりえないかなと思ってます。まあ、たまにアフィリエイトサイトやってる法人とかもちろんあるんですけど、でも結局それを突き詰めていくと ASP なしで自分たちで商材を開発してとか、そういうふうに、まあ、結果になっていくんですね。一応規約上はここで見つけたのとか禁止っていう感じにはしたいですけれども、でも直接そこで拘束力をつけることは多分できないんじゃないのかなと思ってるので、そこはちょっと確かに穴ですね。カムさん、なんかどうですか？いや、だから、うん、まあ、もともとこういう方だっていうのは僕は知ってたんで、はい、初めて会った時は僕も驚きましたよ。はい、はい、だけど、まあ、何度も何度もこう立ち上がってくる方なん で、はい、で前回多分僕にプランを提示された時よりかは良くなったんじゃないかなとは思ってます。はい、ありがとうございます。はい、今神本社長と大堀君の間でこうやり取りがあっても、多分他の社長も見てる視聴者の方も、何が2人の間にあったんだみたいな感じじゃないですか。なんで僕の方からちゃんと説明すると、実は数ヶ月前に、神本社長がやっていらっしゃる年収チャンネルの中で、令和の虎のこのタイガーファンディングに株元からの資格という形で、人を送り込むという企画を一回やってみたんですね。で実は実際何人かの若い方々がいらっしゃって、神本さんと面談したんですよ。でも残念ながら神本さんのお眼鏡にかなう子は一人もいらっしゃらなくて、その中の一人が実は大堀君だったんですね。大堀君も残念ながらその段階では今日のプランとは全然違うプランを持ってきてて、それじゃダメだよっていう話になった。でもさっき神本社長おっしゃったように、彼何度も何度もこう来る子だったんですね。で結果的には僕らの方に直接問い合わせがあって、神本社長からの資格という立場じゃなくて単なる志願者としては出れませんかっていうふうにすごい熱心に来たので、まあ、しかも高校生じゃないですか。それはなかなかいないので、まあ、じゃあとりあえず出してっていう形で、プラン何度かやり取りさせていただいた上で今日を迎えたっていう。一回こう言うと、はい、いい意味でガーッと食いついてくるんで、はい、一回こう議論を仕掛けると止まらなくなっちゃうんで、僕ずっと黙ってたんですね。なるほど。はい。はい、まあでも今も同じですよね。なるほどですね。それに関してはでバーってまた来るというのが多分大堀君のパターンですね。それがいいかどうかは別なんだけど。はい。ということです。はい。襲い来る株元の牙。しかし一歩も引き下がらず立ち向かう志願者。果たして金を出したがる虎は現れるのか。虎も志願者も募集中。詳しくは概要欄から。夢は叶えます。必要資金の内訳についてちょっとお聞きしたいんですけど、はい、YouTube コンテンツ制作費がほぼほぼを占めていて、600万っていうのは結構スタートアップにしては大きいなと思ったんですけど、計算表みたいなのを今数字で詳しく言うことはちょっとできないかもしれないんですけど、編集代とかもフリーランス の編集雇ったりとかして、まあ、かなり5000円とかに切り詰めても、まあ、大体年間だと600万くらいはかかるなと思って。この前こうスタジオ代とかもこう機材代とかって基本的に最初に始めるときで全然かかんなくて、あ、そうです。本当に企業がやるときはグリーンバックのスタジオでキャスティング入れてとかちゃんとした機材使ってみたいなのありますけど、600万っていうのはちょっと高すぎるなって言いますか、普通にやれば1年で50万もあれば、一人で個人でやるんであれば
十分かなと思ったんですけど、それはもう全部外注したいとか自分が全く動きたくないみたいなところなんですか？勝手に言ってしまって申し訳ないですけど、例えば令和の虎から営業チャンネルへの流入があった時、まあ、最初のクオリティの低い動画を見てしまって、ああ営業チャンネルこんなもんかって離れてしまうっていうのをちょっと恐れたので、うん、なので動画っていう部分には ものすごく力を入れてお金を入れていきたいなと思っています。別に買うわけじゃないですけど、初期費用がいくらかかるかっていうのは多分そのこのビジネスモデルが成立するかどうかの後の話だと思うんで、まあ、言うてここ変動費なんで別に削ろうと思ったら後から削れるんで、多分どっちかというと論点はそこに今当ててももっと安くできるねってなったら多分安くすると思うんですよ、はい、だからそこはまあいいんじゃないかなっていうのが思いますね。なるほど、うん、多分僕がちょっと聞いていてごめんね、おじさんなりに感じてることは、大堀君は社長たちが、出してくる話に関して全て、まあ、論破しようというか反論しようということで明確にちゃんと答えを出してくれてるんだけど、論破っていうほどそんな気持ちは持ってないんですけ だけどちゃんと説明できるかなと思って、そうだね、はい、でも時にはそうかもしれませんねっていうことがあってもいいのかもしれないなと思いながら僕実は今の時間まで聞いてたんですね、はい、なんでそれはいや自分の主義主張として絶対変えられないっていうことならば僕の言うことを全然聞く必要はないんですけど、もしかして社長たちの方がまあね一律の長はあるわけじゃないですか、その社会経験が。で今自分の言ってることに対してじゃあ YouTube はね本来このもっとスモールスタートでいいんじゃないっていうのに対して、いや僕はでもこういうことを考えてるんでこうなんですっていうのも大事なんだけれども、さっき鴨社長も言ったようにここって本当の意味の論点じゃない、でも少なく済むなら皆さんが検討できるっていうことならばオールに近づけるためにはそういう考え方もあるのかもしれないんで、そこがそんなもん16歳だからこんなこと言ってもさ、そもそもが こんな議論を16歳とすることがもうすごいと思ってるんだけど、どうですか？クオリティの高い動画を最初から出していきたいと思ってるんですね。それさえクリアできるなら予算は全然少なくても大丈夫だと思うんですけど、ただ予算を少なくしたことによって最初に出る動画のクオリティが本当に外注費5000円とかの、まあ、低いクオリティの動画だったりとかするのは、まあ、避けたいっていう感じですね。でもクオリティの高い動画を出せる範囲なら予算の方はこれくらい削れるよっていうのがあれば全然削ってもいいなと思っております。優秀がゆえに危うさも目立つ志願者に怪しい空気感漂うタイガーファンディング、希望金額1000万円完全オールは叶うのか。次回クライマックス、一体どうなる。目指せ10万人、チャンネル登録よろしくお願いします。夢を叶えて。今回大堀くんから反論もらったことで、あ、なるほどって思ったことは一個もないんですよ。まあそれも分かった上で指摘してるんでね。